願いします。タイガーラーメン研究所。完成しました。それでは出来上がりましたので食べてみたいと思います。実食。うん、すごい。なんでしょうか、この食べ物。いただきます。うん、なるほど。臭みないですね、全然。麺も食べますわ。うん、スープに負けてないですね、麺。うん、うん、これぐらい太くないとダメかもしれません、このスープには。うん、見た目よりもしつこくはないです。多分苦手な人は食べれないかもしれないけど、美味しいラーメンですよ。美味しいと感じてくれる人はいると思う、この濃厚が好きな人は。うん、ネギもいい方がいいですね。うん、ネギがめちゃくちゃ合います。チャーシュー食べます。うん、うん、これぐらいパンチある方がいいかも。多分見てらっしゃる方、うわーって思って見てる方もいると思うんですけど、うち作ってる自分がうわーと思ってました。確かに。でも思ってるほどそんなにうわーってないっす。うん、なんない。うん、見てください。何でしょうか、この食べ物は。パッと見もわけがわからんですよね。うん、チャーシュー合いますね。おいしいです。多分どんなラーメンなんだろうって思ってると思うんです。思ってると思うので、この表現力のない自分じゃなくて相棒に感想を言っていただきましょう。お願いします。うん、臭みがないもんね。ないですね。すごい濃厚だけど食べやすい。もうちょっとこう臭みがあったらさらにジャンクになって、さらに好きな人は好きなんだろうね。そうだね。ネギと麺とこのスープが絡んだ時はまた美味しい。やっぱりこれスープも美味しいけど、麺に絡んで麺と一緒に食べた時はまたさらにうまい。そう、アクセントにこのチャーシュー、醤油の効いた、うん、鹿児島で食べたことないよね。うまみは作らないのかもしれないけど、商売だからね、みんなね。うん、どう、お風呂ペーパーブロックじゃないです、ブラックです。シャレましたね。シャレました。シャレましたよ。なんか、シャレました。なんか、豚骨で作ったカルボナーラみたいな感じになりました、今。なんかこう、シャレっ気が出ました。ありがとうございました。ちょっともう一回食べてみます。うん。孤独な街並み。